はい、レオンチャンネルです。今回紹介するのはこちら、食玩機械戦隊全開ジャーミニプラなりきりシリーズ全開ジャー5個です。はい、毎年定番の食玩のなりきりアイテム今年も出ましたね。とはいえミニプラシリーズに名前が変わってアクションフィギュアだけじゃなくてこういうシリーズもミニプラが付くんですね。1個300円で全3種類でディアトリンガー、全開ジュランセット、全開ガオンセット。ってことで本編の武装セットだ。 ジュランには剣と盾ガオンには爪で本編でもこれでバトルしてますもんねでそれぞれにミニ戦隊ギアも付属するととはいえデラックス玩具のこの辺のサイズ感のものと隅み分けどうなるんだろうちょうどサイズ同じぐらいに見えますがはいパッケージの表側そして上側には各キャラクターが載って でて横にはラインナップで裏側は剣と盾の豪華2個セットこれジュランソードとこっちはジュランシールドだったっけちゃんと正式名がありますよねでハンドルを回すとギアとガトリングが回転こういうのもギミック入ってるんだそして手につけて遊べるバンド付きでは作っていきましょうなんかちょうどデラックス版のロボに持たせられるような。 サイズ感の気もしますが、あ、ちょこっとシールがあるのか。あやっぱデラックスとほぼ同じ意外にも軟質パーツだ。で、黄色いのが後ろ側のグリップになりますので、はめて、軸を刺してあげて、反対側からもはめ込みと。おー、これでシールド完成で、 あ、展開ギミックもね、ちゃんとおもちゃ的なこの動きもできるわけだ。ただ、あ、デラックスそれでも結構大きいか。なるほどね。こうやってちびっこが持てるサイズね。さすがに秒で組み終わるな。ブレード部分に赤いパーツはめて、で、ここはめたら終わりだもんね。シールが裏側なわけね。表側のここの ネジ穴っぽいところを隠すのかと思いきや、まさかの裏側のグレーを隠すシールが入っておりました。そしてこのグレーはこれはもしかしてここか。絶妙なところのシール持ってくるな。2分ぐらいセンターギアに関してはもう1個のパーツに両面でシール貼って終わりだ。ちゃんと穴に位置合わせて貼る必要がありますね。 で、後ろ側も、要はこの穴に合わせると、ちょうど矢印方向がいい感じになるのか。そうすると、ほら、ちょうどいい位置で矢印が来ますね。機械サイドの。これをもう一つ作ったら終わりだ。じゃあ次、ガオーン行こう。これは全部で5分ぐらいで作れるやつでは。あとはあれかな。ギアトリンガー次第かな。 おい、結構でかい。デラックス版を知ってるからこそ、かなり大きい。そしてこれはもう先にギア外してあげてシールを貼りましょう。ガオーンとブルーンがいますね。そしてね、爪側さすが単体のアイテムとして発売するだけあって、めちゃでかい。こうして、で、ループ側を、 はめてあげて、あとはベルトループか。もうこれは食玩オリジナルのいつものさっぱりしたやつだね。スススススっと。ここでもなんか甘いな。あ、押し込むのか。押し込むとカチッとロックしますね。はい、これで、ガオの爪が出来上がり。めちゃデカだよ。ほら、デラックスこんなんだもん。一回り、二回りぐらい大きい。おおで、危なくないように軟質になってると。 はい、これもシールを貼って終わりで。じゃ、最後。ディアトリンガーで。これも回転ギミックが入ってるとはいえ、パーツ少ないね。あとシールも少し枚数があります。さすがにこれは説明書見ないとわかんないやつだね。作ってから貼るやつじゃなくって、作りながら貼るのが正解っぽいな、これは。 で、シールを先にギア、トリンガーとか、ちょっとね、ギアも含めて細かいので、綿棒あるといいですね。そして、グリップ部分の、レッド。あ、そういえば、ここの前側のグリップの謎の展開パーツは、ロボ操縦時に使うってことが判明しましたね。第2話で操縦席に固定して使ってましたもんね。ガトリングの先端パーツ作って、 これをはめると。そしてギアのパーツを作って、これこそ本当にギアだね。ガトリング側にもギアはめ込み、先にシールだ。ここは分割線からスタートして貼ってあげると書いてあります。さすがに歯車が入るから、説明書見ないと絶対わかんないやつだな。こうするってことここに置いたら、 これ微妙にね、作りごたえある。こうするの。そうすると、おーそうすると、こう、リアが全部噛み合うんだ。ほーら。ほーら歯車が1,2,3,4つもある。で、さっきの本体パーツを改めてはめると。カバーを。やべ、楽しいぞ。<laughs> 普通にね、作りごたえある、これ。 5分ぐらいかな。さっきまで1、2分で完成する感だったけど。あ先にあれだ。蓋だ。蓋はクリアパーツじゃないね。イーグル的なパーツをはめて、あとは、ハンドルね。これで回転しなかったら、泣ける。いきます。あれやべえかいたあ、回転した回転した。ほら、回転した。回転したけど、え 方が悪かかったのかな動きが悪いもうこれでいいか <laughs> <laughs> くちばしと目がシール一体化してますねでもこの辺がさパーツで黒とか赤とか色分けされてるの普通にすごいなそしてハンドル部分ちょっぴりなかなかの組み応えこれで5分だったので3つで10分はかかりませんねデラックス玩具に 持たせられる説どうなんだろうおーいけるんだグリップ部分ちょっとスカスカなので完全対応とはいきませんが、まさかの、これほら、でもこの時点であ、でもこれいけないかこれいけないかいけるんじゃないかなと思ったけど、いけないなあ、対応してませんね。爪とかも特にジョイントがないので、まあこうやって、はめてあげればって言おうと思ったけど、でもなんとなく、なんとなくいけるけど、 実際のデラックスガンよりはほんと結構大きめ。いいね。なかなかのサイズ感あるね。ってことでまず、ジュランソード見ましょう。これデラックス版ではありませんからね。これデラックス版ね。触眼版全体ぐるっと見回すとこうで、ここ軟質で危なくないようになってますし、実際のデラックスと比べてもサイズほとんど変わんないっていう。で、裏面からの見た目もいいですね。シールで、グレーは隠してあって、 ジュランシールドはこのような変形ギミックも搭載されつつ、まあ、このようにグリップがシールド用のものついてますので、ジュランのようにシールドを持って剣振り回して敵と戦うみたいな、そういうことができると。これで300円なら全然ありだな。結構大きいしね、成型色で軟質になってますから、これも危なくない。すごい柔らかい。 素材感でございます。で、デラックス版と比べると、一回り、二回りぐらい大きくなってて、造形しっかりしてますね。素晴らしい。では、ガオーンの爪いきましょう。全体ぐるっと見回すと、こうで、これもデラックス版と比べても、ボリュームさらにアップしてますし、造形もそのままですよね。ここの、ちょっとバーニアみたいなところが、少し省略されてるのか。 で、ここにバンドついてますから、ちびっこなら腕にはめて、ガオーンなりきれ遊びができるわけですね。大人の僕だと、こんな感じ。<laughs> 指にちょっとはまりますね。面白いこう来て、こう来て、二刀流みたいな、そういうこともできます。そして、ギアとリンガー。これよくできてんな。あでも、ここに行くのきか。でも結構、 今回はリアっていうのがテーマになってますから、本体にもィアがたくさん入ってて、で、ここが蓋で稼働しますし、完全な蓋ではありませんね。突き抜ける感じ。で、ィアトリンガーのシールもあって、色分けもね、シール枚数そんなに多くなかったのに、割といい感じですよね。そして、ここ回転すると、ちゃんとガトリングが連動と。ただ僕はね、これ逆回転すると、 もうちょっとスムーズに。あ、でもそんなことないか。どっちも同じぐらいか。あー、いた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 。あ、ギアが噛み合った。ギアが噛み合った。噛み合うと、めっちゃスムーズ。ドゥンドゥルドゥ,ンド,ゥンド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 ゥン。45番みたいな音が聞こえてきそうな感じですね。この間レビューしたガシャポン版と比べると、もう一回り大きいですね。ただガシャポン版はクリアパーツ使いがね、すごいんすよね。肉抜きもないし。 各アイテムに戦隊ギアが付属してますので、戦隊ギアはここの穴部分がジョイントになってますから、差し込んで、バンバラバンバン、バン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 おー !45 番ババン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 ババ,バ,バ,バン全開ぞーみたいな、ほら。ギアがね、いい感じに噛み合うと、めっちゃ回転しますね。変身遊びができるし、 さらに、合体指令裏側の機械サイドにして、バンバラバンバン、バンバン、バンバラバンバン、バンバンで、お噛み合った、噛み合った。はい、噛み合うと、このようにくるくると、回転しますね。で、今回、それぞれのギアで、前回じゃ5人分がすべて揃いましたので、前回、ガオーンバンバラバンバン、バンバン。あの、前回、ガオーンとかの言い方が、 野球の入場っぽいですよねみたいなコメントが前からあったんだけど本編でもスタジアムが出てきて入場するみたいなそういう流れだったのでスタジアムサウンドを意識してたわけねはいこれジュランでしょそしてマジーヌはいこんな感じでブルーンあ聞かしたと言っちゃった これはもちろんあの機械サイドヒーローサイドヒーローサイドどっちでもありますからねこのようにハンドルで動かすことができますこれが1個300円ですから3つ買っても1000円以下でコンプすることができます個人的にはジュランセット結構気に入ったかな以上「食眼機械戦隊全開ジャーミニプラなりきりシリーズ全開ジャーごっこの紹介でした」